コンマ4まで縮まってきた。1コーナージェンソンバトン前で回っていく。ファイナルラップに入った。もう抜くところが馬のせいしかないか。そうですね、ここはイエローフラッグのターン4、はい、なんか前に今車が走ってますよね。これも、これなんか危ない危ない危ない。ちょっとこれもどうか、これはいけないですね。そのもうイエローで止めればいいのに。そのレース中にあの一般車両として走るのはちょっと危険ですね。どうかな。さあこの先が一つのオーバーテイクポイントか。しかしジェンソンバトン間を開いて馬の背をコンマ8で回っていく。この後は SB コーナー。カルソニックもなんとか3番手でいけそうですね。そうですね、後ろからモチュール無限 MSX 来てますけどね。さあしかしジェンソンバトン今年からこのスーパー GT に戦いの場を移して、勝ちました、ね、そして初のポールポジションからなんとリーブリック NSX ジェンソンバトン、さらに山本直樹ポールトゥーウィン。ついにジェンソンバトンがスーパー GT で勝利。2番手は ARTS、 3番手カルソニック、4番手モチュール NSX、 5番手ゼント、フォーラムエンジニアリングの6番手モチュール、 GTR 7番手、8番手クラフトスポーツ、ワコーズ9位、景品10位です。山本直樹喜ぶ。そして 300BRZ 一度は19秒の差を開きながらもセーフティーカーで縮まりましたが、そのセーフティーカー明け後も6秒後のマージンを築いて最終ラップを走っています。強速ですね、スバルは。パーフェクトですね、はい、完全勝利。それも今シーズンの悔しさはこのレースのための全てお膳立てだったのか。スゴー300の勝利はスバル BRZ。 そして3位争いが大変なことになっています。最終コーナー3位が初音ミク、4位がさあどうだこの後ろランボルギーニ、その後ろからはさらにモデューロ、10位はどうだ、初音モデューロがマネパの前に出た。なんと4位モデューロオーツ、5位がマネパランボルギーニ。オーツやりましたね今。最後はペンディを抜いた。すごいスリップの使い方したよね。そうですね、あれはマネパランボルギーニの方は何があったんだって。俺が抜こうとしてたのになんで俺が下がってるんだ。いやーマペンリにしてもちょっと狐につままれたような状況でしょうね、はい。